今日もあなたと百姓天国、本日は2022年7月15半分まで来ましたね、7月ね。さあ金曜日ということでね、出荷日でございまして、さあ収穫出荷なんですけれども、最後のキャベツですね、このオーガニック後期栽培のところでね、最後に植えたものが予約もうあとこんだけですね、残ってるのはね。7月の15、そうですね、まあ7月の末まではギリギリ行くか行かないかって感じなんですね。まあまあそういう意味では関東の時代よりかは少しね、やっぱり早いなという感じはありますが、7月末まではやっぱりギリギリ持たないのかなという感じですね。こうやってもうね、いろいろ病気だとか、ただ植える時期はやっぱりね、もう一番遅くしてね、いつぐらいに植えればいいですかね、5月とかね、6月に入って植えるぐらいにまで、とにかくね後半戦を引っ張ればなんとかいけるかもなという感じがしますよね。よいしょ。ちょっともう痛みがね入ってきているので、あんまりね変なのは出せないということで、状態がいいものからね。ちょっと怖いですけどね、ちょっと病気っぽい感じはしますけど、まあしかし出さざるを得ないですね。ね、こんだけ綺麗でもね、中が意外とねそうじゃないってことありますので、がっつり巻いてはいるんですけどね、綺麗は綺麗でしょ。まあでもね、これはこれでどうかなって感じですよね。そうですね、うちはもう、ちょっと小さいですけど、これでも半切りで出そうと思ったら出せますのでね。はい、ギリでしたね。おそらく今週来週出せるかどうかですね出せますかね、これいいかなね。こうやってもう病気こう入ってきちゃってるのでね、だからキャベツってね、やっぱりこうある程度巻いてきたら若い方がいいんですよね。ちょっとこう時期が遅れるといろいろね、あの病気だとか、まあ虫もそうですけどね。だから油中って基本的にね、油中ってやっぱりブロッコリーもそうですけど、やっぱり完熟させるっていうのはあまりよろしくないんですよね。ね、まあ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 、そういうことでございます。ちょっとね、だからキャベツ小ぶりですけれどもね、これはまあ致し方ござんせんということで、切った時にね、病気が入っているとあれなのでね、仕方がございませんが、ズッキーニもね、ちょっとこんな天気じゃないですかね。これもだって明らかに梅雨でしょ梅雨明けしましたけど、これは気象庁の方ね、読み間違えましたよねっていうね。だから結局7月のこの15、第2週ね、ということなわけですから、あれですよ普通に梅雨ですよね、なんでこんな風になっちゃったのっていう話でね、ね、これなんか結構ちょっとやられてますよね。まあだから一つはね、下側のマルチを張ってないんでね、ここはね、やっぱりそうすると多少こう病気っぽかったりね、やっぱ土がちょっとね露出しているとあまりよろしくないっていうのはね言えるかと思いますね。まあしょうがないですね、ちょっと痛み入ってますけど、どうですかね。ね、ちょっと痛み入っているかもですかね。でももうこれ出さないともうないのでね、今週来週出せて終わりですかね。あとちっちゃいの1個取っとくかな。いや、なかなか苦肉の策になってきましたね。来週になったらまたもう一つこう病気が出てくるかと思いますが、どうですかね。ただやっぱりこの 0.8 の防虫ネットはいいですよね、これ効いてますよねこれじゃないとやっぱりちょっとまあ難しい感じはしますよね。あ、これはダメっぽいな、これはパスね、難しいですね。まあ今はね本当にこうもうお客様のね
クレームというか、まあそれはね本当に10年前20年前とね、20年前なんか本当に研修生時代にね、僕らみたいなど素人じゃないですか、20代の若者、まあ当時僕は30超えてましたけど、が10人ぐらい集まってね作る、そのど素人のその野菜ね、あんまりそりゃ質のいいものはできないわけですよね。あ、小松菜のね穴だらけとか普通にね僕ら売ってましたけど、売ってね、僕も配達とかねお客様のとこ持って行ってましたけど、いやいやって感じですよね。はい、キャベツが終了ね。こんな感じで、はい、次は何でしたっけね。ということで、また次は多分ズッキーニかトウモロコシか行くかと思いますね。はい、次はズッキーニとトウモロコシなんですけどね、その後来てズッキーニね、そこそこいいのが取れてきましたかね。ようやくこっちのね、一発目一番手をモアで吹っ飛ばしてね植え付けたところのやつがようやく戦力になってきました。はい、あ、これ取れるね、よいしょね。今年はなんかこうまなね、暑いっていうかまだ梅雨じゃないですか、なのでちょっとぼちぼち取れますね。うん、はい、ポツポツ取れてきておりますね。まあ良かったですね、なんとかつながって。でこっちのねもう最後の4番手とか5番手あたりも今ねちょっとあんまり見つき良くないですけど、まあまあね、こんだけね何十株とあるのでね、とりあえずは間に合うんですが、この辺が UFO ですね。非常に雨がね、このところ梅雨で雨が多くて、ズッキーニをね支柱を刺す刺さない問題っていうのあるんですけど、もちろんね、刺した方がいいに決まってるんですね。なのでその方がねこう長期取りはできますけど、まあ僕のようにね20数年やってきて一度も刺したことはありません。はい、だからまあ一株からたくさん取ろうと思えば刺した方がいいんですけど、それでもこうやってねこっち見てもらったら分かると思うんですけど、自分でこうやってね葉を広げてこう横にこうやっていくので、ある程度横をこう場所を取ってあげればそんな問題はないです。畑が狭ければあれですけどもね。だから家庭菜園の人とかはあんまり横に行ってほしくなければ支柱立った方がいいですけどね。はい、ということで、いやズッキーニがないとね今年ナスが調子悪いんでね、実の野菜がないっていうかね、あんまりよろしくないので、ないとねセット野菜としては困りますので、ちょっとズッキーニをね力入れて、でまだここがこう空いてるじゃないですかね、1番で2番手のここだから、まあちょっとその辺を1回またモアで吹っ飛ばして、ここにね、再度そろそろ、もう1回また種まいて、そう、それ忘れてましたね。忙しくなってくるとね、秋冬の作付けがバンバン入ってきてるじゃないですか、なのでね忘れちゃうんですよね。はい、ということでちょっとねこの丸い方があれですけど、普通のズッキーニはそこそこ取れてるんでね、なんとか一人一個ずつはこうやって入るなっていう感じで、さあそれはそれでいいんですけど、トウモロコシ、はい、こんな感じですよ皆さんなんすかこれ、あれ俺収穫したっけっていうね参りました。まあしょうがないですね。まあだから本当はね一人のお客様に2本ずつ入れてあげたいんですけど、まあこれは正直ね、いやーこれ出せるかって話だよね。これ出せます？ちょっとひどいね、これだともうアウトですな。はい、なので多分残ってるんだろうという判断ですか。はい、まあちょっとねこれはひどいですね。ここまでやられるっていうのはねなかなかないですよね。これ多分ちょっとまだ若いんだね、ほらね、だからやっぱり食われてないものは若いかっていうことなんでね、まあちょっと餌場になっちゃいましたね。こういう一手間がねもうダメだな、遅れるとね、今年はちょっとね、まあいろんなことが忙しいのでね、1年目ですから、なのでねちょっとまあ対応しきれないですよね。まあ僕自身ずっとねそういうあんまり循環がないところでね、だからそのために厚木からですよ。もう厚木はねはっきり言って鹿と猿なんですよ、大山山系の手前にあったのでね。なので普通に猿が手で燃いでいくじゃないですか、普通にだから収穫されていかれるわけですよね
なのでね、まあもうしょうがないというかね、はい、これはギリ出せる。あんまりねちょっと未熟で惜しくないかもしれないですけどね、出さないよりかはいいんじゃないのって、1回ぐらいお客さん食べてほしいなと思うんですけどね。こうなんかこの獣害というかね、獣の人たちだけにね食べさせるのはもったいないじゃないですかこんだけ苦労してね、これマルチも分解マルチとか使ってるわけですからね。だから厚木の時代にね、本当にもう鹿と猿でね、あのトウモロコシはもう全くあの全部収穫していきますので、普通にね猿くんたちが、だから全く作る意味はなかったんですよね。なので厚木からね、あの移転先を探すときには、まあ、獣害がないところっていうのがあのポイントでしてね、まあそういう意味ではあの千葉茨城あたりをだから目標にというかね、そこを目指して収納地を探して、まあ、千葉成田っていうところに行ったわけですけども、まあ今思うと本当にね、成田もイノシシが結構多いんですけど、今思えばもうちゃんちゃらで、トウモロコシもね場所によってはそこそこハクビシンとかね、あの全く獣害がないわけじゃないですけど、今思えばこのよろしくないね、見事に餌をあの動物のために餌を作りました、餌場を僕は作りましたっていうねどうかあれですか、某動物愛護団体から野生の動物のために餌を供給していただいてありがとうございます的なコメントは来ませんかね。そのために私は自腹を切ってですね、この餌場を作ってるわけですからどういうあれなんですかね、どういうふうに食べて、でもこう押し倒す力があるということは、カラスとか鳥じゃなくてね、ある程度四つ足の動物だと思うんですけど、すげえなこれ、これはすげえわ、一匹二匹じゃないもんね、まあそれは群れで来るわな、あそこになんか知らないけど最近餌場ができたでって、人間さんは優しいよねって、お役所さんは優しいよねって、俺たちのためになんか餌場を作ってくれたぜってほらだんだんなんかこうちょっとおかしくなっちゃったでしょ私まあこういうことでね、もちろん腹が立つという段階はね、どんどん乗り越えていかなきゃいけないのでね、もうあの天災と同じですよね、台風が来るのを止められないというのである意味ね、まあ来年はちょっとねしっかりこの野郎とね、負けないぞというところをねちょっと見せてやらないと、あのお世話になってる法人さんなんかはね、これの何十倍もトウモロコシ路地でやってらっしゃるんですけど、そっちはねあんまり食われてないですよね、ほとんど食われてないですけど、なんで私はそれを計算してねやったんですけど、やっぱりまだ土地勘がないからかな、そんなにこの辺がね獣害が多い、住宅街がすぐそこにあるのにね、あー詰まってないね、まああんまり甘くないかもだけどまあほんのちょっとだけは入れてあげたいなという親心というかね、参りましたな、何でしょうこれは、収穫なんでしょうかこれは、あのあのオーガニック農家さん結構多いですけど、やっぱりあそこら辺ってほら寒いじゃないですか、だから綺麗にできるっすよね、ああいうの見てたら羨ましいね、これなんか完熟してないからやっぱ食われてないけどね、まあ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 、だから今日のお客様ね、ちょっとねこれはもうこれどうしますこれね、これを出せないっていうこと、まあでもね一回は食べて、いや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 ね、結構作ったけどほとんどね出荷不可ということでね、まあでもあとこう順番にいってますからね、あともうちょっとであの餌終わりなんでね、今のうちに食べてくださいっていうね、このなんていう優しい親心いけませんね、まあ正直これはえらいことですな、いやまあそういう意味では僕はそんなに今までねそういう獣害対策っていうのは本気でやったことはないのでね、今までの農業人生の中でね、まあしょうがないですね、まあこちらに来たらやれってことですよね、こうやっていろいろね
場所が変わればね、やることも変わってきますので、当然といや当然ね、こうやってある程度中山間地でね農業やってらっしゃる方にとってはね、何をお前甘えたこと言ってんだということでお叱りのね、コメントをいただくかもしれませんけどしょうがないねこれね、どうしたらいいの、うん、っていうことで、まあそれでもこうね、ちょっとだけは食べて、今年トウモロコシ最低限作りましたよっていうね、なんていうかこうちょっとそういう作らなかったわけじゃないのよって、僕は作ったけど動物さんが食べちゃったのよっていうねそういう話でございます。いやいや、もうなんか怒る気力がないね、もうこんなの見るとね。なるほど、やらないとこんなにやられるかっていうぐらいね、獣さんたちはお元気でございますということですな。あ、これいけてんじゃん、これ完熟だと思うけどね、これ完熟ですね、これ完熟だけど結構虫入っちゃってるね。こういうのはね、僕はもうある程度頭切っちゃうっすね、こうやってね。よいしょと、はい、以上です。まあ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 、なんとかね1回ぐらいは食べてほしいなと思うのでね、どうすか。でもこれ食べられてないじゃん、なんか若い方がいいのか。ちょっとこれでも今度は逆に虫が多いかね。長野とかのあのトウモロコシ出荷とか見てるとね、まあ、端っこからパキ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 取っていってね、綺麗なのがあるだよね、うん、羨ましいね、ああいうのを見るとね。これは私の晩ご飯になるかな。はい、以上ですと。まあちょっとね少ないし、まあ最低限というかね、最低限にもならない量ですけど、いや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 、7月ね、8月の終わりまで持つかと思ったら、やっぱりこう生育もね一気に来るのでね、なかなかそれも難しいね。今年はね、夏以降の出荷だったので、まあね、ちょっと遅れましたけれども、こんな感じでちょっとまあトウモロコシはね、今週来週もちょろっとまたこうやってね様子見ながら、こう食べ残し動物さんの食べ残しを収穫させてもらってね、出荷しますけど、はい、ということで、はい、以上です。キャベツとね、トウモロコシの収穫出荷の様子でございました。それではまた。